プレゼント企画やってます。どうも、トマゾルです。はい、ということで本日もこちらクラッシュロイヤルお送りしていきたいと思います。さあ、ということで久々にね、本日は縛りプレイ丸々デッキを使って勝つまで終われませんやっていきたいなと思うんですけれども、やっぱ今の環境ね、話題になっております。もうこいつやろというのがいます。こちらロイヤルだけデッキ、今日はね使っていきたいと思います。ロイヤルだけデッキ使って勝つまで終われません、やっていきましょう。でロイヤルデッキはね、もう強いから勝てそうロイヤルっていうのはロイヤルゴースト、ロイヤルジャイアント、ロイヤルホグ、そしてね、見習い親衛隊、今は忘れられるし見習い親衛隊なんですが、海外の、英語表記だとロイヤルリクルーツかな、っていうカード名なので、まあ、一応こいつもロイヤルの仲間といったところで、この4枚をね、入れたデッキで、まあ、今日は勝つまで終われませんやろうかなと思っております。で残り4枚何にしようか迷ったんだけど、まあ、呪文と施設、ハイスピ甘えか。ちょっと待って、ハイスピ甘えだな。自分でもわかるわ。ローリングットにしとこう。呪文とまあ、オーブンぐらいまでは。これも甘えだって?いや、これは甘えじゃないよ。これは甘えじゃないと思うけど、いや、でもオーブンは甘えって言われそうだから、未来にしときましょう。これでも勝つまで終わりませんので、さすがに勝てないし。オッケーオッケー。これでいきましょう。自らの首を絞めていこう、男どずれ。ロイヤル4枚と、あとはもう呪文でね。これ勝てるかな?ちょっと待ってよ。これ結構不安になってきた。だって、見て、空を攻撃できるユニットが一人もいないといったところで、グランドチャレンジ回していきましょう。よし。一戦目で勝つ。一戦目で勝ちに行く。さあ、まずロイゴを飛ばしていけばいいかな。とりあえずロイゴを飛ばして、相手がユニットを出してきたところに、ロイヤルリクルーツ。こちらを受けで使っていきたいなと思います。さあ、ここはもう、ファイアーボール回したい。ファイアーボール回したい。オッケー。さあ、そして左はアウトローもローリングッド回したい。使おう。ローリングッド回したい。相手なんだろうな。アウトロープラスのマジアチャ、ロイヤルホグの可能性もあるな。全然ちょっと様子見ていきたいけど、おロイヤルホグには結構見習い親衛隊が強いんで、ここはザップ使って見習い親衛隊でしっかり抑えていく。いや、これ面白いかも。結構いいかも。見習い親衛隊はね、唯一今の環境で評価できる点といったら、ロイヤルホグにちょっと強いっていうことぐらいですからね。ぐらいとか言ったら失礼か。ロイヤルホグファンの皆様ごめんなさい。今のは取り消します。さあ、ここ墓石使った後なんで、どうしようかな。ロイホグ飛ばしてってもいいけど、まあ、ロイジャイで行っとくか、とりあえず。とりあえずロイジャイ出しといて、相手受けは?さあ、アウトローにはファイボ打って、ファイボ打つ必要ないか。まあでもすることなかったしな。ファイブ打って、ちょっとでも、少しでもここのロイジャイでダメージを与えつつ、相手ここでミラーの存在知らないんで、ロイヤルホグ重ねてこよう思うなら、はい、残念でした。ブーン、ボーン、オッケー。さあ、そして、いや、ちょっと痛い。コウモリが痛い。オッケー。今のとこダメリード取ってます。あとは相手の墓石ですな。ここの墓石をどう突破していくのかがすごい重要になってきそうです。ミラーがいいですね。結構ね、ミラーって見せるまでが、相手はそのファイボ使った後やって思って、ファイボに弱いユニットとか、スススって出してくれるから、まあ、そういった意味では、こうミラー隠しとくとか、うよっと隠しとけば隠しとくほど強いかもしれない。さあ、ここは、ローリングッドでガールやっつけつつ、ファイアーボールで少しでも左を削っていく作戦。いや、刺さってますな。結構勝てそう。普通に1試合目で勝ったらどうしよう。勝っても仕方ないよね。まあ、それは仕方ない。私のせいじゃない。こうロイヤルが強すぎるのがあかんのや。さあ、ここは左右いい感じに、こっちもダメージ与えてるし、相手にもダメージ与えられているという。いやー、きつい。ちょ、待って。ここ左アウトロー来るよな。分かってた。今のは分かってた。さあ、アウトロー来て、ローリングとかガン刺さり OK。すばら。さらには、ここ左もあとちょっとで突破できるんで、ロイホグ行くか、ロイホグ両サイド。で、相手も多分このタイミングでロイホグ飛ばしてくると思うけど、来ない。OK、来たんじゃない?ファイブ打つ。相手きつそうだな、すげえ。ここロイジャ行くか。ロイジャ行きつつ、厳しいかな。さあ、アウト、あ、どうしよう。やることがね。ロイジャ1発、ロイジャ2発、ファイボプラスローリングッドプラスローリングッドで終わるんじゃない?ローリングッドプラスローリングッド。いけ。オッケー、勝ちました。グッドゲーム。しかも相手レジェンドクランのノバだから、普通に強い人相手に勝った説あるな、これ。あれ?終わっちゃった?
終わっちゃいました皆さん。いやこれはね、ここまでだって4つのカードを縛ってロイヤルだけデッキでやったのに1試合目で普通に危なげもなく勝てるって、ちょっとロイヤル強すぎ説がありますね。さすがクラッシュロイヤル。といったところで、もう1試合行くか。ちょっとさすがにこれで終わるのも忍びねえんで、あと1試合行きましょう。よろしくお願いします。さあ新スタンプ決めていく。いやミラーがさっきミラー5がすげえ気持ちよく決まったんで嬉しかったですね。さあロイ5でいきますか。ロイヤル系ってロイなんとかで略すじゃないですか。ロイジャイ、ロイ5、ロイホグか。割とわけわかんなくなりますよね。私だけ。さあここちょっと、あーいや今の違ったかもしれない。バルキリー持ってる相手に対して極端に何もすることできねえんだよな。さあここ5を早めに打って、バルキリーを少しでも蹴散らしておく。でローリングッドも使ってバルキリー少しでも蹴散らして、あー相手これラバ来たか。ちょやべえよやべえよ、ラバはやべえ。さあここはロイジャイ何もすることができず、ちょっと待って、ラバはマジで何もすることできないからね。これもうちょっと終わったまである。ザップ打ってマジで何もすることがない。ロイホグで右飛ばしていくか。墓石で多分受けられちゃうから、ちょっと待ってやることを考えよう。これもう左無視ですね。左無視で、ここで多分墓石で受けられるから、さバルキリーは突破しよう。お前ら頑張れ。で少しでも我々が来とくか。いやでもいい感じに右を刺さってる。まさかワンチャンあるか。いやーこれでもどっちにしろやばいな。相棒打って、いやー何もすることがない、きつい。オッケー。何もすることがなくてきついけど最後まで諦めない。さあロイジャイで受け、バルキリーロイジャイで受け、いやーきついですな。かなりきつうございます。でロイジャイが一発打つタイミングで、ここはオッケー、ローリングッドでスケルトンを消し飛ばす一発。よし、いや相手これバレたな。ちょっとこっちがロイヤルだけデッキっていうのバレたくさい。少しでもコスト使ってもらって、やばいやることがない。いやいやこれあかん。ザップからの5。なんとかキングタワー守るべし。キングタワー守らせてくれ。キングタワーだけは5。厳しすぎる。ちょっとね、空はさすがに反則ですよ。空はさすがに反則ですよ。だって、攻撃できるのこれしかないもん。5ザップしかないから、さすがにちょっと、いや、今1勝1敗なんで、ラスト行きましょう。よろしく。いやー、ちょっとな、次また空来たらきついな、いろいろ。動画的にもきつい。さあ、ロイ5から展開していきましょうか。相手のデッキによる、あー、やばい。これでラバだったらほんとやばい。こうちょっとロイヤルおじさん展開していくわ。ロイヤルおじさん展開、ここ届かないんだ。5マスになったからか、お前5マスになって弱くなったな。前は届いてた気するのに。さあここはプリンスも出されて、しかもこれ見てください、何もできん。あーちょっと待って、ここロイホグで受けるか。かなりきつい受けですね。豚さんを犠牲にしながら、相手のプリンスを受けていくと。でさらにここで逆に来るなよ。あーやばい、いて、マジで終わる、マジで終わる、これで終わり。いやよかった、でも1試合目で勝てといて1試合目で勝ててる時の安心感半端ねえな。相手スケラなんでまだワンチャンありますよ。こっから削って勝ちましょう。1本削れればこっちのもんだからな、スケラ相手だと。いやそうでもないか、ちょっと待って。相手がやっぱ警戒すべきはプリンスだよな。プリンスが本当に強いんで。さあただ相手もちょっと苦戦している。さあメガゴプラスのやばいか、これちょっと様子を見ますか。ちょっと様子見てメガゴのターゲットロイジャイで釣りつつ、オッケー。さあ2つのタワーでしっかり処理して、いやーこれどうしよっかな。プリンスに対してちょっと一旦、あっ食らった。普通にローリングッとして、いやーちょっと厳しいな、何もやることがね。一発入る。オッケー。一発入ればよし。で、ロイ号。見習い支援隊。間に合い。無理だ。全然無理。やばい。プリンスがマジで受けれない。やばい。あっけなく、陥落する可能性しかないな。さあ、2本折られて。いや、こっからですよ。ロイホグ戦術は。ロイヤルの力見ててください。いやーこの相手のプリンスまず止める術がないからな。ちょっと待ってよ。
ロイゴ出して、ワンチャン、ワンチャンキングはどうなってもいい。おっと、ここでここにて、まあ、とりあえずローリングッドですな。とりあえずローリングッド出すも、ロイゴ、ロイゴ頑張って、ロイゴ間に合い、ロイゴ間に合わない。あー、終わった。いや、これが普通よ。1試合目がちょっと錯覚しすぎた。1試合目調子乗りすぎた、ちょっと。じゃあもう一戦、ラスト。ラストもう一戦いこう。最後、勝って負けて負けて勝つで終わりたい。1戦目が調子良すぎたんだよな、ただただ。いやいや、まあ。ちょっとプリンスの受けが辛すぎだ。てか、今、逆に考えて、ロイジャイの対策入れてないデッキってほとんどないじゃないですか。そんな中、いやー、厳しい。俺は受けて、いやー、どうしようかな。ミニペも受けれないって、だから、こっちは。こっちとらミニペも、一苦労なんだって。少しでも。少しでも、ちょっと遠回りさせて、相手ゴーレムか。ゴーレムだったらちょっと逆サイドロイホグって、ここはもうじっちゃんが言ってた。逆サイドをゴーレムはついて、相手にコスト使わせて、いや、悪くない。で、ここはもうタワーで受けましょう。ゴーレム相手にタワーを捨てる。で、ゴーレムの方向にちょっと多めに行くように見習い新鋭隊出していきたいですね。見習い新鋭隊コスト重っ !8 コスもあんの?まあ、知ってるけど重すぎない?ちょっと。さすがに、やりすぎですわ、8コスは。7コスにしてほしいな、早く。いやー、この見習い新鋭隊にファイスピ入るのがちょっといただけない。厳しい!さあ、ただ、まだね、諦める、ダメージ量じゃないですね。さらに、ここで、ローリングッド打って、いやー、どうしようかな。ここ、ロイヤルジャイアントってどっちに行くんだろう。さあ、一発、頑張れ。いや、厳しい。ちょ、待って。左何もできないし、左はザップで、ちょっと待って、今から神業見せます、皆さん。左ザップ、間に合わせる。いけ!オッケー。右も左も、縦横無尽。で、このゴーレムですわな。これが本当に受けれないから、逆サイドロイフグ飛ばしたかったけど、それはもう、虚しく散った。この8コストが全てを狂わせてる気がするんだよな。やめろ!見習い新兵隊の悪口はそこまでだ。さあ、ここで、はいはい、ちゃんとね、逆サイにプレッシャーもかけつつ、やばい、これやばい。ファイスピが強すぎる、さあ、豚さん刺して。オッケーですよ。さらにここで、いかない、あー、ちょっと、1マスずれたけど、1マスずれたのがでかすぎるわ。しかも、ちょ、待って、抑えろ。ゴーレム相手にダメ抑えるのってすごい難しいんだけど、抑えてよ、そこはゴーストちゃん。やべ、ちょっと待って、少しでもダメよ。あといかないよね、多分。もうね、絶対抑えれないんで、ここはもう勝負を決めに行きたいと思います。いけ、頼む。さあ、ファイスピー、いけ、ザップ、ちょっと間に合い、無理か、あー、惜しい。さあ、といったところで、これがもうね、1試合でやめときゃよかったのに。いやー、そういうことですな。ロイヤル最強で終わっときゃよかったのに。それもう調子乗って2試合目、3試合目、4試合目と行くから、100エメラルドを無駄にしてしまいました。はい。悲しみの宝箱でございます。はい。といったところで、本日はね、ロイヤルデッキ、ロイヤルだけデッキで勝つまで終われませんやっていったわけなんですが、まあ、ちょっと無残に散ってしまったと、言ったところで、まあ、ただね、1試合目は勝利できたんで、やっぱロイヤルの力は強いんだけど、まあ、とにかくこいつが重いと。早く7コストにしてくれ、ロイヤルリクルーツ。見習い新兵隊早く7コストにしてくれって感じだったんですが、じゃあ本日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。またね、何々だけデッキで勝つまで終われませんとか、いろいろやっていきたいと思いますので、皆さんおすすめの何々だけデッキとか、特殊デッキとかあったらね、コメントで教えていただければなと思います。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。